試合に続きまして日本テレビより激励の花束の贈呈でございます。あの春の大型暴風ともいえますロードウォーリアーズ旋風が残した爪痕、まだ消え去っておりませんけれども、再び殺人軍団ザ・ロードウォーリアーズが日本に上陸でございます。今夜の相手はターザンごと石川隆組、先に日本テレビからの花束が贈られました。さあこの後ザ・ロードウォーリアーズ堂々の入場です。ご覧ください。アイアンマンのテーマが鳴り響いております。松戸市運動公園体育館、アニマル、ホーク、そしてポール・エラリングの傍若無人な殺戮暴走軍団、再び来日でございます。今回は2週間にわたりまして日本列島を席巻いたします。放送では今夜の松戸大会、来週の大阪城ホール、再来週の愛知県体育館、そして後楽園ホール大会とザ・ロード・ウォーリアーズのいわゆるバイオレンスファイトを余すところなくお伝えしてまいります。さあやってまいりました、アニマル、ポール・エラリング、そしてフォークであります。今世紀最後の超大物軍団ザ・ロード・ウォーリアーズ、再び戦いの嵐が日本列島に吹き荒れますが、ターザンごと石川を早速捕まえました。腰には AWA 世界タッグのベルト、アニマルとフォーク、そしてマネージャーのポール・エラリング、3月の来日の時には鶴田天竜のインターナショナルタッグの挑戦を除きますと、実に全ての試合を5分以内で片付けました。リングの下でザ・ロード・ウォーリアーズが今紹介されております。アニマル、そしてフォーク、さあすでにフォークの方は石川隆を捉えました。ロープに放り投げる、さあ肩から当たりました。すごい勢いでぶちかましを見せます。早くもロードウォーリアーズクラッシュが始まりました。おっと、まずバウレンスラリアットを見せました。フォークであります。相変わらず凄ましいですね、山田さん。そうですね、もうとにかく試合のスタートからパワーパワーパワーですね、はい、そうですね。この第2回目の来日の、まあ、彼らにとっては開幕ということになりますけれども、果たしてターザンごと石川隆組を何分でやっつけるか、ね、さあ反撃の体勢は石川隆、そして名イベント初めての登場でありますターザン後藤にタッチ、フォークの脳天を割りに行きました。さあターザン後藤が暴れまくるが、しかし力の差もありありと分かります。ここでアニマル登場だ、アニマル登場だ、もう一回行った、早くもおっとパワースラム豪快に決めた、豪快に決めました、アニマルであります。相変わらず今回も AWA のベルトを巻いてきましたね。ウォーリアーズリフト、ウォーリアーズリフト、そしてダーン、ターザン後藤の背中まとも、そして空中高く舞い上がってエルボーだ。そろそろフィニッシュに持っていくのか、ターザン後藤全く手が出なくなりました。さあなんだ、今度はもう一回抱え上げた、そしてダブルの攻撃だ、あっとまたラリアット、バイオレンスラリアット、そのままポールが覆いかぶさりました。あっという間の勝負でございました。バイオレンスラリアットタイのダブル攻撃、ザ・ロード・ウォーリアーズ初戦を飾りました。さあ試合時間は何分でしょうか、激しい勝負でした。そうですね、少し全く息ぴったり、はい、もう言うことないですね。そうですね、3月の来日の時にも AWA の世界タッグ王者として来日したんですが、今回も AWA の世界タッグの王座に君臨して、そのままベルトを引っ提げての来日でございます。まあ、肉体そのものを狂気にして豪快な荒っぽさ、これが魅力だったんですが、本物の実力が備わってきたというイメージがありありと伺えますね。そうですね、単に力だけではなくて、はい、連携もいいし、非常にあの最後のまとめな作戦なんかうまかったですね。実に1分25秒の勝負でございました。なお来週放送でお送りする大阪城ホールのザ・ロードウォーリアーズの相手はキラーカン安義明、そして再来週放送の愛知県体育館の相手は鶴田天竜組、このあたり一矢報いてもらいたいですね。そうですね、何としてもやはりね、日本陣営のね、はい、名誉のために頑張ってほしいですね。そうですね、そして後楽園大会の相手はキラーカンクリスに決定しております。果たして日本チームがこのザ・ロードウォーリアーズを打ち破ることができるでありましょうか。ターザンごと無念残念、1分25秒で耐え固めに取られました。ザ・ロードウォーリアーズ初戦を飾って